はい、皆さんこんにちは。8月の3日火曜日になってますよ。週明けたんですけど、いかがお過ごしですか？元気にお過ごしになっていますでしょうか？今日もね、また京都駅の方にやってきてるんですけどね、覚えていらっしゃいますか？先週末ね、私、JRA のね、クイーンステークスでね、一発狙いますよと、お砂糖のセシルっていう馬から買いますよなんて言ってたんですけどね、やりましたね。3着に来ましたね。ただね、2着までに来てくれないとね、馬券には絡まないんですよ。まあね、狙ってた馬が来ただけでも嬉しいんですけどね、お金が増えなくて減ってしまうのも誠に残念。惜しかったんですよね、本当にね。ルメールとトサキ、まあマニアックな話ですね。いいですね。はい、今日ね、京都駅の方のね、また人出の様子見てるんですけどね、夏休みですかね、親子連れの方がちらほら見られてね、ちょっとやっぱり夏休みの風景が見られる京都駅になってますかね。まあちょっとね、まん延防止措置法が出たりね、緊急事態宣言が出てますんでね、いろんなとこからね、京都の方に遊びに来れないっていう人もいるかもしれないんですけどね、まあなんとかね、コロナと共存しながらね、なんかこう発生化していけばいいなと思ってるんですけどね。さて、今日ね、夕方の京都駅なんですけどね、まあ、人の様子は皆さんそれぞれにちょっとご覧になってくださいな。一つ行きましょうかね。いつもの何の日やりましょうか。今日ね、くるみパンの日っていうね、8月3日くるみパンの日が制定されてますよ。これね、アメリカのカリフォルニア州、くるみの生産加工者、そういうところがね、なんかね、カリフォルニア州のくるみ協会みたいなの作ってるんですね。そこがですよ、日本の一般社団法人で、これまた、日本記念日協会だっけな、そういうのがあるんですね。知りませんでしたね。なんか知らないこと多いですよね。そこにね、申請をかけてね、このくるみパンの日っていうのをね、認定をもらってるようなんですね。まあ一般社団法人が出してる認定ですからね、ちょっとまあ公的な機関とはちょっとまたその趣が違うとは思うんですけどね、さすがに、まあ、公的な機関がくるみパンの日を出すっていうのはまたないんでしょうけどね。まあまあ社団法人でいいんですかね。はい、ただね、面白いですよね。そしてなんかね、海外から日本にやってきたね、そういう団体さんというかね、生産業者とかその業界の人たちがね、なんか日を制定して、こう広報活動というんですかね、活性化を上げるために記念日を制定するなんてね、それをまた日本が認めていくっていうね、それじゃなかなか面白い、活動だと思うんですけどね。はい、そんなネタでございました。あとね、今日ここ、いつものね、バスターミナルのとこ来てますけどね、この後映像でも送りますけどね、今日はね、エクスプレスのバス高松駅が17時50分に出発すると案内にありましたよ。なんかね、そんな案内の掲示板を見るとですね、あ、なんかこう旅に行きたいなっていうね、そんな気がしますよね。早くコロナが落ち着いて、私もね、いろんなところに行ってみたいなと思ってるんですけどね、皆さんの方、この夏休みの計画はおすすめですか？どっかに出かける方がいらっしゃいましたらね、十分に注意しながら出かけてみてください。はい、ではまたね、来ますんで、チャンネル